はい、どうも皆さん、こんばんはえ。今日は6月21日、日付変わりまして、金曜日ですね。深夜の2時17分に収録しています。今、メンバーシップさんとライブで盛り上がっているんですけど、ちょっとね、あのスマホで収録を、まあ、ちょっとあの相場に変化がありましたんで、収録をしております。はい、で今ですね、4時間足で、 1>, 1本、2本、3本の陰線となって、えー、ちょっと下落中ですよね。えー、と日中はですね2万ポイントを超えていたんですが、はい時はですね2万いくつ ?86.5 までいったのかな、はい、US100 なんですが、まあ、その後ですね、まあ、何百ポイントか今下げているという状況で不安な方多いと思います。 はいまあ、こういう急、ね、落みたいなものを見ても、まあ、私はぶれずにです、ね、この夏、まだあの上がっていくと思っています、ただ、上がってはいくんだけど、じゃあ短期的にはどうなのかって言ったら、やっぱりですね、まあ、<coughs> 昨日の朝、私が申し上げた通り、えー、この木曜日、まあ、木曜日の相場で今、えー、日付変わって金曜日になりましたけど、あと金曜日の週末相場ですね。 この週末でどのような値動きになるのかっていうのはやっぱり見極めなくちゃいけないというところですね。で、私がね、今朝話をしたのはここです。ここの今ね、十字の交点。えー、これはいつかな。6月18日の23時につけた安値ひげ先。ここを四、ね、字間しの実体で割れるかどうか、ね。割れたら、 調整の可能性がちょっと出てくるよという話をさせていただきましたはい。で、えー、この四時間指というのはまだね実態が確定していません残り40分でこの交点ねここ19831あたり、はい、ここの今下にいるんですけど、ね、残り40分で、えー、ここの下割れるかどうかっていうところで、はい、ある程度、まあ、調整入りするのかどうかっていう可能性がねちょっと見えてくると いうことですね。まあ、今ね soxl も一時68ドルになったりとか、ナスダックも2万ポイント超えたりとか高くて買えないよ。ってそんな方多いと思います。はいまあ、そういった方々がですね。まあ、安く買えるチャンスが訪れるのかどうかっていうね。分岐点がまあ、今日だけじゃなくて明日ではい、えー、見えてくるのかなって私は見ています。 で、下げっぱなしの相場っていうのはありませんのでで、4次間足で今見てるんですけど4次間足で今、まあ、下げのね、こういう位置波動みたいなこういうね、一波が来てるとで、こういう直近安値を割っているんで今、4次間足のまだね、下落トレンドじゃないんですよ、ね、上昇トレンドがただ終わったニュートラルになったに過ぎないんですね日足は普通に上向き週足も月足も上向きです。はい。 4時間の下げのこの位置波動によって直近安値を割ったことによってトレンドがただフラットになったに過ぎないということですね。ですので1波がありゃ、ね、下げがありゃやっぱりね4時間足レベルの戻し上げがあるわけですよ。それをですねまあ明日金曜日、はい、週末どのような形でリバルのかで、えーまあ、今夜の見どころはこの波動っていうのがもうここで下げ止まりなのか。 もうちょい掘っていくのかっていうところですね。このあたりをジャッジしていきたいと思っております。はい、でそこでね、まあ、金曜日、やはりね、2波3波と形成して、4時間の下落トレンドっていう形になるとですね、それなりに走っていくとは思うんですけど、ただね、4時間足の上位足って何ですかそう、冷やしですね。はい、冷やしは冷やしの波動があるんですね。 はい、相場ってね、なかなかそんな簡単に一直線に下がらないんですよ。よっぽどあの、ほら、なんですか、コロナショックとか、ブラックマンデーみたいな、ああいう暴落は僕は来ないと思っているんで、はい。まあ僕が思ってるだけだけど、まあこの夏まで上がる,上がる,上がると思っているんでね。ですので、まあ、惜しめ買いのチャンス、ね、待たれてる方というのは、はい、そうですね、まあある程度やっぱりね、波動形成して下げなりっていうのが進行していくと思いますので。 はい。ですので、まあ、しばらくですね、まあ、様子見をしつつですね、はい。まあ、ある程度の推しのめどみたいな、そういったところが見えてきたらですね、またこの一般公開動画でも、はい、発信していきたいと思っております。今現在ですね、メンバーシップさんと、まあ、かなりね、細かいジグザグレベルで、まあ、どうかなこうかなみたいな、いろんな根拠集めとか、そういう話をしている最中です。はい。ですので、まあ、 ちょっとこう下げてはいますが、まだですね、はい、やっぱり金曜日、えしっかりと、この下げの行方、でそして戻しであったりとかえ、波動の形成みたいなものを見た上でですね、はい、また週末にですね、まあ、おしめ買いチャンス来そうかな、どうかな、みたいな話をさせていただきたいと思いますんで、え引き続きね、また、えー、当チャンネルの動画、更新をご期待いただけたらと思います。 はい、そんなわけで、まあ、何も、ね、チャートをただあ表,示あの表示させてしゃべってるだけなんですけどえ、引き続きウォッチしていきたいと思います。あと、金利の動向も、まあ、注目ですね。はい、SOXL の、ね、行方も気になる方多いと思います。はい、ぜひ、ね、チャンネル登録して、次の動画更新、ご期待いただけたらと思います。